はい、こんにちは、サイです。今回は2021年10月時点での超絶独断と偏見による最強リーダーランキングやっていきたいと思います。はい、ということでまず先月のランキング、このようになっております。下から順番にストーリーサックやバーン、ナツル、ロイヤルオーク、マヒト、フィリス、デイトナ、ノーチラス、ロザリン、シーウルフ。10月に入ってからの新たに追加されたキャラとしては主にサンリオ、ガンコラ復刻、ハロウィン、テニスの王子様、そして新フェス限のカティア、ライネス、このあたりですかね。ランキングをつける上での注意点なんですが、ユーリナツルやマヒトスクナのようにリーダーとフレンドで違う組み合わせで使われることが多いキャラの場合は、基本的に最もキーとなっていると判断したキャラをメインにして、それ以外を相方候補として同率順位みたいな感じで評価しました。また例によって完全に僕の独断と偏見によって選ばれたものなので、こっちの方が強いとかあれが入ってねえとか、そういったものはちょっと多めに見てもらえば嬉しいなということで、よろしくお願いします。ということで早速いきましょう。第10位、ストーリー作や。前回第10位でした。火、水、木、光の同時攻撃でダメージを 70% 軽減、固定600万ダメージ、5コンボ以上で攻撃力が上昇、最大27倍。非常に高い軽減率と攻撃倍率を持ち、覚醒も非常に尖っているので、多色もしくはコンボリーダーとしては全キャラトップクラスの単体火力を誇っています。サブ、フレンドともに強力な水着マリエルやアムリーニャと組み合わせることで進化を発揮し、7億運用によって欠損リスクも大幅に下がり、強力な運用ができます。スキルも高難易度向きで汎用性が高く強力です。多色としては圧倒的な性能を誇っているんですが、ただやはり単色に比べてシステム的に不利な部分っていうのを否めないため、現状最上位とは言いにくいと思われますが、進化スキルの汎用性が高い越前龍馬などをうまく組み合わせることで突破口が見つかるかもしれませんね。ということで第10位はストーリー咲夜でした。第9位、ナツル。12ターン10ターンの2段階変身、前回第8位でした。水を6個以上つなげて消すと攻撃力が22倍、3コンボ加算、固定300万ダメージ、水属性の HP が3倍。変身前が7力リーダースキルとなっています。自身が攻撃色と回復を同時に作れる2ターンスキルであり、単体で攻守ともに非常に優れた性能となっています。相方候補のイベルカーナやユーリの存在によって軽減を持たない弱点もカバーができており、気候上攻略の安定性は今でも随一と言えます。現在の水属性は列型編成のロイヤルオークが台頭しているため、活躍の機会っていうのはもう減ってしまったんですけれども、尖った内容の覚醒や7力リーダーである点などから差別化できる要素はまだまだ残っているんで、変身までのつなぎやすさの解消と実質耐久力の上昇があれば復権の可能性は十分あると個人的には思っていますね。ということで第9位はナツルでした。第8位、フィリス。12ターン10ターンの2段階変身、前回第5位でした。8コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が18倍、光の5個十字串1個につき3コンボ加算、光属性の HP が 1.8 倍。変身前が7力リーダースキルとなっています。十字リーダーですが、コンボのみで耐久ができ、しかも HP 1.8 倍かつ半減なので、受けられるダメージの量もかなり多いです。完全耐性2つ持ちのため、ギミック対策要因が少なくて済む点も評価できます。エクゾディアをはじめ小回りの効くダイヤ、真田源一郎の登場なので、弱点の無効貫通も解決でき、デイトナも強力な相方候補となります。しかし現在ではそのデイトナが同じ光パとしての立場を食い合う形となっており、リーダーとしての活躍の場は減少したように感じます。ナツル同様に変身までのつなぎやすさがネックとなっている部分が解決できればといったところかなっていうふうに思いますね。はい、ということで第8位はフィリスでした。第7位、ロザリン。12ターン10ターンの2段階変身、前回第2位でした。火属性の攻撃力が16倍、9コンボ以上でダメージを 70% 軽減、火の2コンボ以上で3コンボ加算、固定1ダメージ。変身前が7力リーダースキルとなっています。 70% という極めて高い軽減率を7力盤面下のコンボのみで発動できるため、耐久性能は非常に高く、高難易度ダンジョンを駆け抜けていけるほどの火力も健在です。現在では脅威の耐久力と副属性までカンストし得る火力を秘めたシーウルフが火属性の最前線を台頭しているため、使用率は若干下がっていると思われますが、火属性の豊富なサブ候補の恩恵を直接受けられるため、自身が7力リーダーであることも相まって、現状強力なだけではなく無限の将来性も秘めているとも言えるので、今後の最躍進に期待したいですね。ということで第7位はロザリンでした。第6位、御影。25ターン変身、
再ランクインとなっています。操作時間が6秒延長、夢の3コンボ以上でダメージを激減、2色以上同時攻撃で攻撃力が22倍、3コンボ加算固定1ダメージ、実質 HP4 倍となる脅威の軽減率 75% をはじめ、式神復刻時に様々な点が強化されましたが、新ダンジョンの4次元の探訪者登場によってついにその頭角を現すことになりました。自身のスキル強化と操作時間の増加により闇3コンボの安定性が高まったことに加え、これまでに闇の同色コンボと相性のいいバランやダースベイダーなど火力を出す手段も獲得し続けていたこと、そしてハロウィンチャコルの登場によって脅威の耐久力を得たことが最大のトリガーとなり、一気に環境上位へ返り咲くことになりました。高難易度ダンジョン登場時には純粋な倍率の高さがそのまま評価につながるという現象を見事に体現した珍しいキャラとも言えます。無効パンも比較的運用しやすいので、今後も難易度更新のために注目されるキャラとなっていくかもしれませんね。ということで第6位は御影でした。第5位マヒト、28ターン変身、前回第6位でした。闇を5個以上つなげて消すとダメージを半減、3項目加算固定1ダメージ、悪魔タイプの HP が 1.8 倍、攻撃力は20倍、変身ターンが重くバインドも受けてしまうなど癖は強いですが、その分覚醒、スキル、リーダースキル全てが非常に強力で、火力と耐久はもちろん単体でコンボ加算とお友情を賄っているんでフレンドを選ばず扱いやすいです。強力なダブル変換のスキルのループによって副属性まで高い火力を狙える点や、両面スクナを相方にして枠を圧迫することなくギミック対策ができる点が強力です。さらにハロウィンチョコの登場で経験力、耐久力増加をはじめ、新たな火力枠と耐性を補完したことで最難関の4次元の探訪者も攻略可能となっています。高速周回に特化することもできるなど、シンプルであるがゆえに拡張性も非常に高く、現在の闇属性リーダーでも間違いなく頭一つ抜けた最強クラスであると言えるでしょう。ということで第5位はマヒトでした。第4位ノーチラス、25ターン6ターンの2段階変身、前回第3位でした。木を6個以上つなげて消すとダメージを半減、2コンボ加算固定500万ダメージ、火属性の HP が2倍、攻撃力は24倍、実質 HP4 倍勢であり、木の列強化をメインとしたパーティー全体の火力底上げが極めて強力なキャラです。主な火力枠となるセリカや学園バレリアはいとも簡単に42億のカーソダメージを叩き出し、アリナによって大半のギミックに手軽に対応できるとサブにも非常に恵まれています。様々な高難易度に対して適性が高く、今でも最強キャラの一角として君臨し続けています。ただ最難関クラスの気候上や4次元に限っては他のロボットシリーズに軍配が上がるため、現状はこの順位となっています。登場時からパーティーのテンプレ構成がほとんど変わっていないことが良くも悪くも影響していると考えられます。最高難易度で活用するには藤修介やハロウィンチャクルをうまく活用して立ち回っていく技術が要求されますね。ということで第4位はノーチラスでした。第3位ロイヤルオーク、25ターン6ターンの2段階変身、前回第7位でした。水を5個以上つなげて消すとダメージを半減、3コンボ加算固定500万ダメージ、水属性の HP が2倍、攻撃力が23倍、実質 HP4 倍勢であり、お手軽スキルと条件の緩いリーダースキルで火力と耐久力どちらにも優れた水属性最強クラスのリーダーです。リーダースキルの情報修正に加え、新たに登場した水ヴァルキリーシエルや水エンシェントドラゴンナイトレックスによってパーティーが大幅強化されました。さらにアシストを属性強化に固めた列型編成が現在猛威を振るっており、同じく列型のノーチラスよりもパーティーの最大火力を上回れる点や、水の5個消しや L 字消しと使い分けることにより立ち回りの選択肢の増加や耐久のしやすさがより評価されることになりました。気候上の安定周回や4次元にも対応しる火力を得たことで、長らくの不遇時代を経て最強の一角となりました。今後はどちらかというと同じ水属性で火力を出すことができるシーウルフとの差別化が注目されていきそうですね。ということで第3位はロイヤルオークでした。第2位シーウルフ、25ターン6ターンの2段階変身、前回第1位でした。秘密の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍、2コンボ加算固定300万ダメージ、火属性の全パラメータが 2.8 倍、実質 HP4 倍勢であり、回復力にも倍率がかかっているのでノーチラス等よりも復帰が強力となっています。水属性でも非常に高い火力を出せることから、水火のモンスターも進化を発揮することができます。
中でも究極竜雲斎を複数並べた編成の火力はゲームシステムの限界値にも近づけるほどの驚異的なものであり、これまでの常識を打ち破るような戦い方を可能とします。さらに最近では幅広いスキルの選択肢を持つ越前龍馬を採用した3色型も活躍の兆しを見せており、今後さらに増えていくであろう豊富なサブ候補と驚異的な爆発力と耐久力を兼ね備えているまさに異次元のリーダーと呼べるでしょう。ということで第2位はシーウルフでした。第1位デイトナ。25ターン6ターンの2段階変身、前回第4位でした。光を4個以上つなげて消すとダメージを 70% 軽減、攻撃力が18倍、4コンボ加算、固定250万ダメージ。光の4つ消しでリーダースキルの全ての要素を発動できるためお手軽であり、全キャラトップともいえる自身の驚異的な火力覚醒によって副属性までいともたやすく完走させることができます。弱点とされていた無効貫通も先日登場した天性ハロウィンコットンがまさに理想的な性能をしており、耐性等も含めこれまでのデイトナに足りなかったものが大幅に補われることになりました。特に既存のサブを変えることなく消せないドロップのギミックも潜在覚醒によってほぼ無力化できる点は他の上位リーダーにはない特徴の一つと言えます。新テニスの王子様コラボにて登場した雪村誠一もギミック対応の幅を広げ非常に汎用性が高く、さらにリーダースキルに縛りがないのでガンコラのベリアルやハロウィンチャクルなど多属性の強力なサブを編成しやすい点も強力です。立ち回りさえ確立してしまえば飛行場や4次元といった最高難易度ダンジョンも全キャラ最速での攻略が可能となっており、現環境における最適解を導き出すためのリーダーとしてまさに理想的な性能と言えると判断したため今回堂々の第1位となりました。ということで第1位はデイトナでした。はい、ということでじゃあ振り返っていきましょう。下から順番にストーリー作やナツル、フィリス、ロザリン、ミカゲ、マヒト、ノーチラス、ロイヤルオーク、シーウルフ、デイトナ。はい、ということで、総評なんですけれども、完全にロボットゲーですね。まあ、4次元の登場以降は76かつ2段階目の変身に手間取る精霊シリーズっていうのが、まあ、ちょっとどうしてもね評価を落とすことになってしまって、で逆にロボットシリーズはスキブが多いキャラっていうのがどんどん増えていくにつれて運用がしやすくなっていったっていうことプラス、あとは純粋な倍率ですね。まあその火力を出すには困らない環境なんで、耐久力が高ければ高いほど強いっていう感じになったかなっていうふうに思いました。なので見かけがね今回再評価されることになっていたと思いますし、あとはハロウィンチャクルの登場で闇パが強くなりましたね。それで見かけがさらにね通用することになったっていうのと同時に、耐久力でそのロボットに若干劣っていた虎杖真人っていうのがさらに前線で戦えるようになったっていう感じでしたかね。まあ、この状態で、まあ、その闇ロボットが実装されたらまたね環境がそっちに流れていくのかなっていうふうに思ったりはしてるんですけれども、あとはそのバランを下げた理由としてはその同系統の見かけがまた上位に上がってきたんで評価をする理由がまあちょっと薄くなったかなっていうふうに思ったんで今回は下げています。ロイヤルオークに関しては完全に予想外でしたね。その火力覚醒としてはあまり強いとは言えない L 字にもう見切りをつけて列に振り切ったっていうのは、結構思いがけない出来事でした。でまあそれで結果ノーチラスがねちょっとこう割を食う形になってしまったんですけれども、ただまあノーチラスはそのパーティーの組みやすさとかその別の魅力っていうのもまだ十分あると思うんで全然その弱いとは思わないですけどね。その突き詰めた際の到達点が他のロボットシリーズの方がちょっとこう上になるかなっていう風に感じたかな。個人的にはシーウルフとデイトナこの2体がもう本当に別次元の強さっていう感じで、時点でロイヤルオークからマヒトまでが頭一つ抜けた最強クラスで、そっから1段階落ちるかなっていう感じ。ただ見かけに関してはもう好みによるって感じですね。意外とその刺さったりすることが多いキャラなんで、まあ、ここはね評価が分かれるのかなっていう風に思いましたね。はい、そんな感じですね。よかったら皆さんの考える1位も教えてください。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画もしくは生放送でお会いしましょう。バイバイ。